今日思った。なんか見に来てくださいっていうよりは覗き見しに来てくださいっていう感覚になったって。音楽ってこう人と楽しむものもあるんだけど、この限られた空間でお互いで楽しむものでもあるんだなってのは本当に今日経験して、本当に2人の物語のマシュスイートさんのアルバムの中から引用してはいるんですけど、このミュージカルにするにあたっていろんなアレンジが加わってて、まあ、いろんな要素も、先ほどのギター弾いて、僕のシーンはもう本当に楽しいシーンだったんで、一番楽しかった、一番楽しいシーンだったんで。北海道に在住してて、まさか東方さんから本当に電波取ってたんだっていう北海道地元に謝れわーわーってなって、その後このね、本当に皆さんのような素晴らしいキャストと演出の小山さんと混じり合えるというか、この混じり合えるっていうのは違いますけど、その作品を違くはないから、ね、一つを作れるということに対して、もう本当にとっても、まあ、本当に夢のような今体験させていただいてるなっていうので、こう今回のテーマ、まあ、同性愛で僕はまだそこの世界には感じることもできなかった人間だったから、今回すごく新しい発見だったりとか、いろんなその恋について深みをいっぱい知れて、なんかまだまだ人生っていっぱいいろんな楽しいことがあるんだなっていうか、希望が持てました。なのでこれからすごい楽しみです。期待しててください。ありがとうございました。なんか今まで絶望してた人普段大事にしたことないやつ。2人のこう世界観をすごいなんか大事にして、なんか今ちょっとできて、すごい楽しかったです。なんか本番も楽しみにしていてください。ありがとうございます。見ていただいたお客様に、なんかこう甘酸っぱい青春の中にも、なんかこうその中で生きてる高校生2人、このなんだろ う, こう生っぽい空気感を劇場でぜひ体験してほしいなと。自分の本物の人生だったり、俳優としての人生、どっちにも本当に財産になる今の時間だなと思ってるので、この舞台を、まあ、ルイもそうだし、座組のみんなで必ずいい形で成し遂げたいなと今、はい、燃えております。はい、マイク役のルイと一緒にこうやっぱ練習してきたのがあるんでお互いを信頼しながら、本当に2人しかいないので、2人をお互いを信用してっていうところで、どういう顔なのそれどういう気持ち。いや嬉しいな、ずっと今日操作してる CI のスターたちここに並んでらっしゃるので、なんか僕はそこに混ぜていただいてすごく嬉しいなと思っております。たくま君と一緒にガールフレンドを作り上げていけたらいいなと思っております。はい、ありがとうございました。